日本を代表する腹話術師、一刻堂さん。高い技術はもちろん、遅れて声が聞こえてくる芸など大人気でしたが、突然その姿を見かけなくなりました。どうやら一刻堂さんは深刻な状態になっていたようです。今回は一刻堂さんの経歴や激痩せの噂、テレビで見なくなった理由についてご紹介していきます。一刻堂のプロフィール。神奈川県高座郡寒川町で生まれた一刻堂さん。3人兄弟の真ん中で兄と弟がいらっしゃいます。沖縄に移住後、五座教育区中野町小学校、五座市立五座中学校に進学。当時ご実家はとても貧しかったそうで、お風呂や洗濯機、テレビのない環境でした。ご両親がレストランを経営しており、その収入でなんとか生活していたそうです。しかし1970年、アメリカ政権下の沖縄五座市で発生した五座暴動の煽りを受け、レストランは閉店に追い込まれてしまいます。結果お父様はタンカーの船員となり、お母様も働きに出てしまったため、寂しい幼少期を過ごしたそうです。そんな彼の寂しさを紛らわせてくれたのが、近所に住んでいた当時琉球大生だったシンガーソングライターの佐渡山豊さんでした。一刻堂さんのブログ名、Do You Money は、佐渡山さんの代表曲のタイトルです。そんな一刻堂さんは、中学時代は野球部に所属。プロ野球選手を目指していたほどで、運動神経は抜群のようです。ですがその部内で集団無視といういじめに遭います。そして人生に絶望感を抱いていた時、テレビで見た腹話術に感動し、希望を見出したそうです。その後高校に進学した一刻堂さんは、西田敏行さんの主演ドラマ、池中玄太80キロに感銘を受け、俳優を志すようになります。またこの頃から内気な性格を克服するために、モノマネを披露するようになりました。身近な先生のモノマネのほか、草刈正雄さんや田原俊彦さん、ルパン三世など、様々なレパートリーのモノマネを文化祭などで披露していました。そして高校卒業後、日本映画学校に進学した一刻堂さん。在学中テレビ番組、笑ってる場合ですよ、のグランドチャンピオンになったことをきっかけに、モノマネタレントとして活動をスタート。しかし役者としての道も捨てきれず、卒業後には1986年に劇団民芸に入団。舞台俳優としても活動されましたが、劇団の宴会でモノマネのレパートリーとして持っていた腹話術を披露したところ、看板俳優の米倉正金さんに腹話術師の道を進められ、劇団民芸を退団。一刻堂として活動をスタートしました。一刻堂さんは独自の芸風を模索していた時期に、テレビで見かけた腹話術を思い出し、図書館で誰にでもできる腹話術を借りて、なんと独学でマスターしたのだとか。さらに勉強を始めて数年が経った頃、腹話術界で不可能とされていたパ行を出すことに成功。一刻堂さんは成功するまでに4年かかったと話しています。さらに一刻堂さんの代名詞ともいえる口の動きと発声をずらす時間差芸を開発。1995年にポンキッキーズへの出演で知名度が上昇すると、1998年にはラジオ番組の高田文夫のラジオビバリーヒルズ内の企画、第11回お笑いゴールドラッシュ2での優勝をきっかけに大ブレイク。一刻堂さんの人気は確かなものとなりました。また2000年には日本で初めて腹話術のみを取り上げたビデオ、一刻堂劇場を発売すると、発売初日で初回出荷の5000本が完売という大ヒット。2011年9月以降の爆笑そっくりモノマネ紅白歌合戦スペシャルには、レギュラーとして出演し、モノマネと腹話術のコラボ芸を披露。その後もイベントやテレビ出演はもちろん多くの賞を受賞され、日本を代表する腹話術師として活躍されています。
一国堂救急搬送されていた。売れっ子となり大活躍していた一国堂さん。ですが2016年3月に病院に救急搬送されたことをブログで公表していました。普段は飲酒はあまりしないという一国堂さんでしたが、その日はご自宅で梅酒を少々たしなんでいたとか。するとグラスで 2,3 センチほど飲んだところで意識を失って倒れてしまったのです。ご本人によると、トイレに入ろうとドアノブに手をかけたところまでは記憶があるんですが、気がついたらトイレから 2,3 歩のところで倒れていた。顔を触ったら血だらけで、と語っています。原因は迷走神経反射でした。これはストレスなどから来る自律神経の乱れが主な原因となって引き起こされるそうです。また精神的ショックなども原因として挙げられており、血圧や心拍数が低下して脳への血液供給が滞ってしまうことで起こる症状です。病院に救急搬送された一国堂さんでしたが、翌日には自宅に戻り安静にしていたといいます。蜘蛛膜下出血になっていた。そして翌々日、仕事に向かおうとしていた一国堂さん。しかし頭痛や吐き気が収まらず、再検査をすることに。そこで軽度の脳内出血が見つかり、さらに軽い外傷性蜘蛛膜下出血、両側前頭葉脳挫傷という診断を受けたのです。意識を失って倒れた際に、顔面を強打したことが原因のようです。その結果、顔面麻痺にもなってしまったということでしたが、幸い軽度な症状で2ヶ月弱のリハビリで完治となったようです。激痩せの噂も。実はそんな一国堂さん、激痩せについても心配されていました。このニュースが世間に出た際に、以前に比べて痩せて、かなり頬がこけ痩せた印象になったため、何らかの病気なのではないかと噂されたのです。では何が原因かというと、考えられる一つは2014年に患った尿管結石でしょう。またこの2年間で様々な病気を患ったことも多少は関係していると思われますが、もう一つの理由として考えられるのはストイックな体力づくりです。腹話術はかなりの体力を消耗するそうで、そのために一国堂さんは普段から毎日10キロのランニング、腕立て伏せ100回、ストレッチを日課にしていたといいます。さらに食生活も野菜中心だったようで、結果的に体型がシャープになり、体重が落ちたのだそうです。病気が原因ではないようで安心しました。現在の活動は？最近ではテレビやメディアであまり見かけることのない一国堂さん。一時は死亡説や癌の噂まで流れましたが、そんなことはありません。現在も全国を飛び回って活動されているようです。また、バラエティ番組には何度か出演されており、2020年4月に放送された千鳥が司会を務める愛席食堂への出演は、ネットユーザーを騒然とさせました。この番組は有名人が日本各地の食堂に行き、相席をお願いするバラエティ番組なのですが、一国堂さんは人形とともに神奈川県真鶴町を訪問。ロケ慣れしていない一国堂さん。そんな彼の振る舞いに、地元民は少々困惑した様子でした。VTR を見届けた千鳥のお二人は、次の被害者が殺人鬼みたいに言うな一国堂さんを、というやりとりを披露。結果、就職活動で真鶴町を訪れていた女性を半ば強引に食堂へ連れ込むといった事態に。それに対し千鳥がパワハラ腹話術師と容赦ないツッコミを入れます。いずれも芸人らしくボケを交えた発言であり、スタジオには笑いが広がっていたのですが、放送を見た一国堂さんは、殺人鬼、そう見えてたんですね。ショックを受けた、と真に受けてしまった様子。さらに、暗かった中学生の頃の自分を何とか明るく変えようと、
無理して頑張った高校1年生の時の自分を見ているような VTR でした。またパワハラに気づけないなんて56歳として情けないです。と謝罪したのです。これを見たネットユーザーは、面白かったよ。一国堂さんはものすごく頑張ってた。など励ます声もありましたが、その後一国堂さんはブログに、しばらくブログをお休みします。と投稿。そして同記事は閲覧できなくなってしまったのです。尋常ではない落ち込み方に、一国堂さんの闇具合を心配する声も上がりました。メンタル面が心配される一国堂さんですが、現在は YouTube チャンネルも時折更新されており、相変わらず見事な腹話術を披露されています。いかがだったでしょうか？救急搬送や激痩せなど、体調面が心配された一国堂さんでしたが、現在も精力的に活動されているようで安心しました。自分に厳しくストイックな方のようですので、自分を大切にしながら頑張っていただきたいと思います。またたまにはテレビで神業的な腹話術を拝見したいですね。